テニス、ちょっとした意識で上達、ストローク、サーブ、ボレー。はい、自己肯定感を上げるテニスコーチ加藤です。今回もよろしくお願いいたします。まあ、今回なんですけども、まあ、ストローク、ボレー、サーブ、まあ、それぞれあるじゃないですか。で、こう練習の時からちょっとした意識で大きく差がつくですね、ポイントお話し差し上げたいと思います。まあ、これ要はね、ちゃんと、特にこのちゃんときちっと練習して一生懸命になりがちな時に陥りがちなミスだったりします。まあ、よろしければですね、まあ、その自分、まあ、僕20年目になるんですけども、テニスコーチ歴ですね。まあ、その中で、まあ、いろんなね、絶対数のお客様見てね、来てるんですけども、その中でやっぱ細部は神に宿るという、言われますけども、ちょっとした違いで大きくですね、もう本当それこそ3年5年10年、まあ、一緒にやってるかやってないからね、その子の成長の度合いとかも見えてこない部分もあったりすると思うんですけども、比較的私は長くテニスご一緒している方が多いので、まあ、その中でもこうね、いろいろ見てると、やっぱこの人はじめ全然うまくなかったんだけどなと思いながら、何が違うのかなっていうポイントにフォーカスしてですね、お話差し上げたいと思います。ではよろしくお願いいたします。はい、まずこの球出しですね、まあ、特に私はテニスクールのコーチもさせていただいてますから、球出しの時に、何かの時に触れたこともあると思うんですけど、球出しの時に例えばこうフォアにボール出ますよってなって、ね、でまあ、コーチは戻ってくださいよとかも言うと思うんですけど、フォアに出ますよってなった時に、初めからこうやって横向きでずっと打つ、わかります？実際はどっち来るかわからなくて、もしかしたらこっち来るかもしれない、もしかしたらこっち来るかもしれないって中でこっちって なるじゃないですか。やっぱ試合になっていきなりうまくいかない方って、だいたいこっちに出ますよって言って、もうこっちで、例えば3球交代ですね、こっちで、でボール来てもここで終わって、またこのまま構えないんですね。で、まあ、これは初級者初中級者ぐらいだったらいいと思いますよ。まず打球感とかね、ボールの当てる強いボールはどうやって打ってるのかね、ボールをどうやって打っていくのかっていうので、ね、前向いてると間に合わないから、もうこのまま横向きで打って、ずっとこのままこうやって打って、でもある程度中級さらに上目指していくときに、この場でこう打ってても実際球出し来たときはこっち来るかもしれないですかね、ラリーの時とか。だからまずはちゃんと打ったら戻ると、要は打ちっぱなしで終わってるのと、打ち終わってこう構えるのと、ね、やっぱこう動作が違うじゃないですか。でこの動作が違ってくるために、やっぱりこういう微妙な部分、強いて言うんだったらこう、ね、ちゃんとこうやってスプリットステップ踏んで構えて打って、で戻って構えてもうスプリットステップ踏んで入っていく、なのにこの横側だけでずっとこうスイングしている、これって、まあ、冒頭になんでストローク、ボレー、サーブかって言いますと、これボレーも同じなんですよね。例えば、まあ、なんだろう、ね、ネット裏だとか、ここだとサブネットの、ね、横でやってる時とかにボレーしましょうってなった時に、ずっと同じ方向だけこう向いちゃう。例えばまだフォアボレーよりもバックボレー苦手な人の方が基本的には多いですかね。まあこう片手だとどうしても切っちゃったりとかね、両手だとドライボレー気味になっちゃったりするね、バックが多い。で、まあ悪いとは言えないですけど、せめて球出しの練習の時もずっとこのままこのままボレーしちゃうじゃなくて、球出しのボレーもまあスプリットスペースも出しと、できればこういうのはあれですから、まあ、別に軽く構えればしっかりスプリットステップと同じ役割は、ね、果たせますから、まあ、まあボレーで構える、自然にこう構えようとするとスプリットステップ踏めますから、ね、この打って構える、なのにずっとこっち側ボレーボレーだったり、まあそのサブネットでね、ボールミニボレーとかやってる時は、まあボールが速くて難しいかもしれないですけど、必ずこの片側だけ練習するんじゃなくて、どっち来るか分かんない前提でこう来るようにしないと、ボレボレじゃこうして、まあ、ちょっとこうバック寄りになっててもこう、ね、こう打ってこう構える、こう打ってこう構える、もしかしたらこっち来るかもしれないっていう状況のもと練習していかないと、これね結構あるんですよ。で、まあ、長い間講師させていただいて、いろんな方とね、お客さんとお話ししてるときに、あ、この人なんで上達したんだろうなと思ったときに、あ、ここかっていうポイント
がやっぱりね、こういう、まあ、一見どうでもいい当たり前のようなことに見落とすことが多くて、だから結局構える前提でやってる人と、ね、片側しか練習してなかったらこっち振られた時にはやっぱ反応遅れますよね。だからこの細かい動作なんですけど、これ結構大事になってきます。で、まあ、今ストロークが特にメインなんですけども、ストロークね打ってても、あともう一個言えるのはストロークってこう打ちっぱなしてそのままこうボール落ちずっとこう分かります。例えば、まあ、コーチとラリーしててもそうですけど、まあ、フォアかなと思ったらもうずっとこのフォアのまま構えてる、フォアのまま構えてる、まあ、でもコーチもね大体優しいコーチが多いので、バックなかなかねたまに配球するだけなんでずっとこっちでも構えてない。あともしかしたらこういう動作になってる、こうなフェンシングするみたいな感じで こういう動作、ここでちゃんと持ってないことが、多かったりしますから、やっぱりこうどっちにも来るようなイメージ、はい、なんだろうな、結構連続動作とラリーのスポーツなので、やっぱりねこの初めはねバックハンドストローク苦手だ、バックハンドストロークをこうひたすらこうね、練習していくのも大事だと思うんですけども、本当にどっちに来るか分かんない、ね、それでテニスでこうラリーしながらこういろんな動作がつながっていくって考えると、やっぱりこの構えるのって大事で、球出し見ればすぐ分かりますね。球出しをこう適当にこう抜いて打ってる人と、やっぱきちんと球真剣に打ってる人プラス真剣に打ってるし、ちゃんとゲームのイメージができて構えられてる方、別に試合で勝つ負けるじゃなくて、やっぱテニスってもともとサーブレシーブから始まる、ね、そこからこうラリーをしていくスポーツなんで、やっぱそのゲーム性がないと、ね、ただの打ちっぱなしに終わってしまいますから、そしたらまあコーチもいらないし、そのテニスというその本質自体が消えてしまうと思うんですね。だからここは結構、大事になってきます。で、まあサーブって冒頭にお話しましたね、サーブもねいろんな動画を見ていただければと思うんですけども、サーブも極端なんですね。自分が上手くないからといってめっちゃこう消極的に入れていくスイングになってしまって体が使えてない方、あとは逆にいいサーブしたいからでとにかくバコっていく方、別にどっちも悪いとは思わないですけど、結果コートに入らない場合っていうのはまず運動連鎖、よろしければね、その重いボールを重いサーブを打つ方法かなで挙げてるんで、まあ、それには細かく書いてはいる、説明してはいますけども、要はこうしっかりと打って後に強く打とうが苦手でゆっくり打とうが自然と体が線の内側に入るっていうところから始めないと、でラケットは速くなくてもいいから止めずにスイングしていってあげる、このゆっくりした動作の中でもボールを入れていけばね、ちゃんといいサーブになってきます。タイミングもポイントも覚えてきます。ですからこの動作ですね。であとはそのサーブも同じなんですけど、あとある程度入る方でもそうですけど、サーブもこう打って打ったらこう構えるイメージまで、まあね、スクールのレッスンでね、まあ、10人とかね8人とかレッスンでお客さんがいっぱいいる中でね、なかなかできないと思うんですけど、まあ、この打った後にちゃんと自分がこうやって構えてるんだっていう頭だけ、だせめてスイングした後にこうやって終わってボールの軌道を見るよりも、まあ、動作ができね、この止まらずにちゃんと前にステップにできるようになってきたら、このまま打ってちゃんとこっちの手でこうやって打ってもちゃんとこう打ってにね、打った方の手で持ってるんじゃなくて、打った後はこっち側でしっかりというかこっち側で持てるように、要はこの動作でサーブこうやって打っちゃいましょうか、サーブね2発ぐらいで、サーブが来た、でここでこの状態まで持っていく、こうやって終わったままだと次の動作ってやっぱり落ちてくるんですね。なのでこの、まあ、ストロークにしてもボレーにしてもサーブにしても、まあ、今回お話しした内容がやっぱ意識できてる人、まあ、無意識でもできてる方ができてるんですよ。だからなかなかうまくならないとか、あとなかなか練習ともうゲームさ、もちろん
ね、まあ自分とかもそうですけど、ゲームしたらうまくいかないと思うけど、漠然とうまくいかないんじゃなくて、ね、あ、ここがやっぱりこういうとこはダメだよねってなるんだったら分かるんですけど、漠然とうまくいかないと思ってしまって、いやでもだからなんだろう、練習と試合は別だから、練習とゲームは違うって思ってる方はやっぱここがね見落としがちです。でやっぱりこの細かいところをしっかりと自分の中で、要はそんなのって、まあ、もしかしたらコーチだっていちいちそこまで見てないと思うんですよ。でもそのくらいのことをちゃんと意識してできている人と、ただボールを打って終わる人とでは、まあ、変わってきますので、まあもし上達がなくしたいと思ってなかなかできないと思うので、こういう細かいところをチェックして、今回お話しさせてあげたのは多分一番基本的な部分なんですけども、常日頃から心がけていると、同じ練習時間でも確実に、はい、テニスの効率、上達するための効率はアップしますから、ここのポイントまで抑えて練習していただければ上達されると思います。よろしければご参考ください。今日はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。